よーし。みんな、集まったね。行きましょう。仕事の時間だな。さてと。ここで手こずってられない。みんなお疲れさんだ。さて鑑賞ね。やべ、見つかった。行けいけ
ここで手こずってられない。みんなお疲れさんだ。力の差が実感できる戦いだったわね。今の感覚を忘れないようにね。みんなお疲れさんだ。暴れている。
強相手の数には強いからやれるみたいね。スカウェイ許さないかね。私も忙しいんですけど。どうですか。ジョーカー敵を撃破。さすが。セルソナー聖天パンク。リーストスカラー敵以外撃破。ここで手こずってられない。さすが。この力があればさて。シャドウ確認したぜ。注意しろよ。この車、エアバッグはあるのかしら。エアバッグ開く瞬間を見てみたい気がする。使いたいものだな。さて。残り1秒。あ、いける。
ここで手こずってられない。みんなお疲れさんだ。さて、
だよ。くそ。大勝利、イエーイ。オッケー、先を急ごう。よし。今日は頑張ってるよな。帰ったら寿司がいいな。モナってそういうおねだりどこで覚えてくるの？で、あ、宝。敵は4体、弱いけど数には注意しろ。さて次、ジョーカー、またてめえら。ゲーマー君に技を教わったんだよね、あのバカチーターに。
ボコボコにしちゃう。構成は囚人を正し、さあ刑を執行するぞ。合体です。これで良いのか。なるほど、これは強いペルソナです。可もなく不可もなくといったところですか。なるほど、これは強いペルソナです。強力な力を持っているな。可もなく不可もなくといったところですか。なるほど、これは強いペルソナです。
なるほど、これは強いペルソナです。引き継ぐ技能を選びなさい。いくらかは力を授かって生まれるだろうな。するスキルを選ぶのだ、囚人。いくらかは力を授かって生まれ変わるといい。やめる。もう終わりか。せいぜいあがけよ。これだ。はい。やるじゃねえか。よし。Thank you.
これ先輩が育ててたんだ。もう春でいいよ。季節の変わり目だし模様替えしなきゃと思って。今回のはね、北川雄介プロデュースなの。色のバランスと配置でなんというかわびさびのようなものを加えただけだ。そもそも花を選んだのは春だしな。どうやってもいい花壇になるさ。期待しちゃうわね。モナも植えてもらえば。お前こそこの間まで引きこもってたんだ。ここで光合成してけよ。じゃあ始めよっか。金魚草はあと2ミリ左だろうか。細か、変わんないから。つうかさ、流れで打ち上げと学園祭一緒になったじゃん。やっぱ打ち上げは打ち上げでちゃんとやった方がよくね。同感だ。打ち上げは歓迎会も兼ねてのものだし、うちうちで気兼ねないやつをやりたい。じゃあやろうよ、打ち上げ&春の歓迎会。いいよ、そんな学園祭だけで十分だよ。主役がそんなだとみんなのテンション下げちまうぜ。それならイブニングパーティーなんていかが。デスティニーランドで。デスティニーランドってあの夢の国の。ちょっと時間は遅くなっちゃうけど夜からの貸し切りプランがあるし。貸し切り？だって夢の国でしょ。でもうちうちの方がいいでしょ。そうは言った。ちょっと確認してくるね。発想がセレブすぎるでしょ。確認つってたけど何の。よかった、なんとかなりそう。デスティニーランド、マジ。中にあるレストランとかじゃなくてランドごと。公式に金額載ってるけど一晩でこれとかヤバくね。ああ気を使わないで。もともと会社の親睦会のために申し込んであったのよ。でも秋分で自粛になっちゃって、今からじゃキャンセルしても全額出ていっちゃうから生かそうって思ったの。だが、さすがに表向きは会社の名前だもの。心配しないで。そういうことなら今日はダブルで盛り上がればいいし。ごめんね、せっかく手伝ってくれてるのに中断させちゃって。再開しよう。で、リアルにいくらかかる。マジか。おいしかったね。料理の盛り付けが絵画のようだった。てかさ、このテーブルとかってわざわざ持ってきてくれたんでしょ。どうせなら景色のいいところでお食事した方がいいかなって。このVIP待遇感動もんだよね。
すが貸し切り。本当に誰もいないよね。私たちは夢の国の支配者だ。あのライティングも私たちに？そうだよ。美しい。お前の方がな。なんてこと言ってんでしょう、世間のカップル。あれでそれ言われたら大概の女子来ちゃうよね。お前の方が綺麗。つうかさっきからはしゃぎすぎなんだよ。あんただって童心帰りまくりじゃん。双葉がつけろってうるせえから。私言ってない。それっぽいことは言った。やばい、微笑ましすぎる。本当だったらパレードも見たかったんだけどね。さすがに急な話だったからスタッフさんの都合つかなかったって。それはまた今度かな。今回の打ち上げダントツで上がる。マジやべえ。よかった、喜んでもらえて。こいつらに余計な贅沢教えちまったな。次の打ち上げのハードル上がるぜ。もう次の打ち上げの話か。気が早すぎだろ。でも、なんだろう、モナちゃんと会ってみんなと知り合えて全部がうまくいってる。なんか怖いくらい。心配しすぎだぜ。今までが今までだったから。ちょっと臆病にごめんね、変なこと言って。てかそろそろ時間じゃない？緊急記者会見。あ、ドンピシャ。お父様、この度はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。本日は弊社の労働実態につきまして全てをお話しさせていただく所存です。社員に過酷な労働を強要したこと、食材の衛生管理がずさんであったこと、そしてそれらを企業ぐるみで隠蔽したこと、
訳ございませんでした。社長の指示の上で行われていたと。はい、私の不徳のいたすところです。御社の関係者で病気退職された方の数が数十名に上るとか。しかもこれ、御社が海外出店することを断固反対していた役員の方と。同じタイミングで出店を狙っていた競合他社の担当者ばかりなんですよね。まずはここまで間違いありま、はい、これって偶然なんですか。どうなんです。それについては重大な事実の発表があります。いよいよだな。奥村が廃人化の犯人の話をするぞ。実は。奥村さん、なんか様子が変だぞ。我が輩だって知りてえよ。ちゃんとお宝だけ取ったのに。あ、そうだ、電話。私たちのせいじゃないよね。鴨志田から4回ずっとうまくいってたし。シャドウを生かしておけば廃人にはならないんでしょ。そのはずだが。そうだよな。どうした。同じ思い出した。これが廃人化の瞬間という。でもだとしたら何のために奥村さん。くそ、どうなってやがんだ。私、あの、行ってくるね。後のことは話しておくから、みんなはゆっくりしてて。ハル！マジで？そう思うか。鴨
歓迎会どころじゃなくなっちゃったね。春には後で私から連絡し、今日は一旦解散だね。お久しぶりです。何見てるんです？あ、それこれはあくまで仮説だけど、奥村は飼い犬に手を噛まれたんじゃないかしら。怪盗団が奥村を廃人化したと。互いの利害関係が破綻して、怪盗団は用なしになった飼い主を見限った。そして証拠隠滅のために奥村を。すみません、実はその件で今日は話が。証拠でも掴んだ？いえ、もしかしたら犯人は怪盗団ではなく別にいる可能性。どういうこと？あなたも怪盗団を疑って。可能性の話です。まだ分かりません。ただ明日奥村邸の家宅捜索を行う予定。何としても証拠を見つける、絶対に。ところであなた。はい。私の PC を盗み見たり勝手にファイルを持ち出したりしてないわよね？いきなり何ですよ。誰かが私のパソコンからデータ転送したような形跡があったの。小さなエラー表示だったんだけど、それに気づいたのが先月あなたと言い合いになった直後。だからって僕？勘弁してくださいよ。本当に？足で集めた情報がどれだけ重要かは探偵として分かってるつもり。僕なりにプライドは持ってますから。紗英さんはそういうところ大事にしてくれる人だと思ってました。それは失礼。してた。もう誰にも渡さない。奴らを捕らえるのはこの私。立ちなさい囚人、主より大切なお話を賜ります。まずは強欲に汚れる者を退けたこと、おめでとう。
と言いたいところだが、これは妙なことに。もちろん私は、だが世間はどうだろうな。不測の事態が起きてしまったようだね。このままでは公正は果たせないまま。しかしそうはなるまい。お前がこの窮地をどう乗り越えるか、実に見もの。よし、またお会いし。時間だ囚人。あれってマジな？いい？何も出てきませんね。そうですか。我々も予告状以上の物証。怪盗団との接点は確定しましたし、ご協力感謝。はい。え？校長室でも出ました。予告状。よし。もう一度聞くけど、お父様から怪盗団のことは聞いてないのよね。はい。どんな些細なことでもいいわ。思うところがあったら思い出せたらでいいから。校長？私そんなの聞いてない。つまり君たちは奥村の命を狙ったりしていない。予告状が見つかった囚人の校長についても別人がやったというのね。嘘を言っているようにも思えない。騙す気なら異世界なんて話よりもっともらしい嘘がいくらでも言えたはず。その上、私の調べとの食い違いもほとんどないわ。それに分かるのよ、仕事柄認めたくないけれど。でも私の情報から奥村に目をつけたなら、ランキングに名前が出る前無視して別の有名人を狙うこともできた。わざわざ探ってまで悪党を追うことにしたのは一体なぜ？シンプルね。別の悪党が実在する確証はまだけど、君が人殺しをやるような人種。よし。でも校長と奥村の立て続けの死で世間は怪盗団への見方を変え、潔白の証明に焦った君たちは次の作戦で。どうしたの？まさか投薬の副作用？
公安の連中、何を使ったの？びっくりさせないで。ちゃんと真実を喋っているなら、なんとか最後まで話し切りなさい。信頼できない供述に仕上がると、お互いまずいことになるわよ。じゃあ、話を進めるわ。いよいよ最後の犯行についてよ。わかるわよね。潔白の証明のために君たちが最後に狙うことにした相手。その人物に届いた予告状。手紙の宛名は、新島さえ、この私。さあ、すべてを説明してちょうだい。これで手はずは整ったというわけ。正義の味方で持ち上げ切って地に叩きつける。では次は彼女。はい、人事に話はつけてあります。かなりの重責でしょうが、彼女としては光栄なのでは。ずっと追い続けていた廃人化事件の犯人。そうでしたな。我々が仕立て上げ。善とある若者が未来を見据えられる。そんな社会を。うっせえな。うん。春は自分で呼び出してんだし、そのうち来んだろ。まあ一段落ついたって言っても、今はお父さんの件で。って、はな、何事。私ら奥村社長を殺したって書かれてる。もう始まったか。はあ、怪盗団が引き起こした謝罪会見中に社長があんな顔を晒したんだぞ。だからって、あれだけ持ち上げといて一気に人殺しや。おついてのひら返し。
事情も知らねえくせに。落ち着いて。まだ世の中の全部が言ってるわけじゃ。だが釈明のしようがない。ハル、ごめんなさい。せっかく時間作ってくれたのに。大変だったわね。もう大丈夫。あのね、気になることがあって集まって。みんなは校長先生って狙ったの？は？校長？うちの。うん。どういうことだ？昨日、うちに検察の人が来てね。その、新島さんっていう女。それ。その検事さんが言ってたの。校長、あんなことがあった直後だもの。校長なんて、囚人以外に考え。そんなの知らねえっての。手際が良すぎない？私の気のせいかもしれないけど、奥村社長の件は、なんていうか、事件後の事の進みが早すぎる気がする。どういう意味だ？例えば真犯人にはめられたとか。マジか。もしや。じゃあすぐにでも捕まえないと。本当にはめられたのか。じゃあ他にどうしろ。一度落ち着きましょう。ハルの話を聞く限り、世間だけじゃなくて警察も怪盗団。安易に動くのは得策じゃないわ。今は普通の高校生を演じるしかない。それに来週から中間試験でしょ。こんな時にテストとか。ったく、双葉が羨ましいわ。双葉？ん？ちょっと気になること。うち帰って調べる。何かしらね。ともかく今はおとなしくして目立たないこと。いい？
あのね、よし。やれやれ。よし。帰るとするか。Thank you.
とするか。よしよしよし、よし、よし、よし。いいよ。
参ったな。お大事に。おう、帰ったか。つけておこう。